はいはい、来ました。危険体の1、本見ても危険体の1とは書いているけれど、どの状態が危険体の1かは具体的に書いていない。今までただ危険体の1いたら僕らもよく分かる、必要はない。どこで危険体の1があるのか言われたはっきりしない、本に書いていない。それで、まあ、狭い意味と広い意味、今日狭い意味の時は競技という、競技に言えば言えば、広い意味で言えば講義で言えばということになる。義というのは注意の義、今日は狭い注意の義、広いは講義は広い注意の義。これちょっと見てね。これ構えておいて、腕気づいた、足も決まった、体も決まった、毛も決まった、これ狭い競技で危険体の位置と言うていいと思う。な、体も前へとこれ止まった、腰もひねった、な、動物も決まった、相手を見てる、足もしっかり立ってる、これ狭い意味の競技の危険体の位置と言うといいと思う。ちょっとこれやっていかなければな、はい、ついてくる、これやっていかなければな、昔の人はよくこうやっちゃった、うん、はい、はい、これもある意味でこれが決まった、足が決まった、目も開いて見てる、バランスがちゃんとある、これ危険体の位置と言うといい。すると、これは自然体の位置かいな。広い意味で自然体の位置は、すべてが自然体の位置であるということが言える。すべていうのは自然体で、気はあふれている。体は、抜けている、あるいは入っているけれど、入っているにしても一瞬 0.00 で連続している中で、ちょっとこれ全部入っているのか、だからアンバランスというか不全とかなんや、はい、これとこれ全部危険体の位置、広い意味で言うと、これちょっとよもっとゆっくりで、もうこれ今腹を積んでるの、ここまでやっぱり危険体が一番というの、今というのは、はい、相手を見ている自然体、こう体の動きを当たっている、これも危険体の位置な。これで体の危険体の位置、次前へ飛ぶ、これも危険体の位置という意味で、全てが自然体で崩れていなくて適正な動きをしておれば危険体の位置と考えていいんじゃないかな。だからどうしても危険体の脅威の危険体を危険体と言いたかったら、準
切れないの位置という順をつけてもいい。そういうふうに先生は考えている。そうなったら、まあ、ほとんど全部切れないの位置、これ大変、はい、危険体の位置あるよ、これだ。はい、これ危険体の位置。危険体の位置。どこですか？崩れていたら絶対危険体の位置してね。この体感も乱れているから。な、一つの目的に気が集中しとったら全部気が。だから、あの広い意味では、これ、先生、力使わんでもいいな、受けたとか、話したら、はい、これも、危険体の位置。これするときに、はい、相手見ていなかったら、危険体の位置や、よう、君やってる。だから、はい、これ、やるときに姿勢乱れとった。危険体の位置やない。けど、力抜いて、腕だけでやっとっても、広い意味で危険体の位置と考えていいんじゃないんだな。けど、はい、これ全部危険体の位置、全部危険体の位置。どこの力が、ゴーンという腕のとこあれ。力は重で考えと動いても当たる瞬間でも順序の必要はないな。目やピュッとやったぶん力やこっちはもう痛めるこれ全部剣体の位置やねん。だから立って飛ぶって言ったらこれ剣体の位置、足踏んだも剣体の位置。だから全部全体の位置、動いているときに、途中に、それを区別するのやったら、その 0.01 が止まっているときを、全体の位置と言いたければ、それ以外は順、それに順ずる、順自然体と同じ、順自然体の位置、全部全体、ただし、心が乱れない。体が乱れたり、泣き崩れる。したら、自然体の位置は何だから、はい、これさ、こういうふうに全部経験の位置や。な。そういうふうに解釈したい。あの、全体の位置を広く解釈する。はい。あ、こんなのさ、さ、これでも全然いいじゃん。そういうふうに全体の位置を先生はこの度どこの本にも書いていないから先生なりに解釈する。狭い意味の全体の位置と広い意味の全体の位置、だから動いている時も危険体の位置がある。けど止まってガチッとやった方が勘でやるか分からない。けどこれで1秒でも経ったらもうあかん。これで1秒経って1秒経ったらもうあかん。そういう感じですね、うん、で瞬間に力を。だから、こんなんでも力いらない。ゴムベルトやったら力入れる、抜く、力入れる、力入れる、な、こういうのも危険体の位置。この時、五代君は崩れる、僕は崩れたらいかんな、これが危険体の位置。そういうふうに危険体の位置を考えてくださいということは
手と足と体が動いておる。あれ別々に動いたらいいか。な。一緒に動く。手で合ってみていくよ。はい。取り込む。一緒に動いていく。取り込んでない。うん。いいな。よ、昔っこね。そう。うん。同調していないな。出てちゃんと立ってから飛んでしょうか。ここでこうで飛んで。ああいうふうなやつは引き上げの位置とは言えない。まさにこれやったらブワーンとこうなって、ブワーンとこうなって。例えば腰が入ってて前に出るのが先で。手だけがちょっと遅れて飛んだんだ。こんなん健全な位置と言わないな。であればちょっと近い瞬間的に 40% になる健全な位置やね。はい、こんなやつ近い10で大体10のものでこうやってやるとそういうふうな健全な位置だから。昔の人たちは危険点にしちゃった思い切りドーンっていうふうに教えてね。僕は九州を中心として九州でなかったも、まあ、40ぐらいで行っておけという考え方パーッとこっちあの例で行っておけと、あれ40ぐらいで行っておけと、5分で打ったらだけど、これでも、こういうと、こっち、こっち、こういう方、もちいて、あの、全然、僕はそれでいいと思うよ。超高齢者やから。それを、帰ってできんだ、問題が、ということを、次の話で、知りたいと思う。今回は非理体の位置というのは広い意味で全てであるというのを見て、だからこんなに入っていてる触っていける、あかん、なんで二つやな、これ、はい、下がるって言ってる。これで、非立体の位置がある。しかも、今までみたいに力入れて、な、これ、おっ、うわってこんなことやったら、これ何しとんやんか、このままやったらね。これ持ってくるだけで遅れて、ここまでまた遅れて、それからこれ。これで、ふっと、もうふっと。昔こうやってやって、おい、こうやってやってたけど、こんなのも、どうって、こう歩いてやったら、もう、あかん。これで、ちょっとする、ちょっとする。これで、木、2体の位置や。あれなんやっぱりこう受けるときもそういう相手をついていったら、まあ痛めるという思想があったのか、だからこんなんじゃなかった、こうやってこんなんしよったか、こんな大きい回しやったらもうそんなに、こんなんじゃなくてスッて終わりや、これでもはい、ついてるぞ、これ、こう構えてやろう。これを、ちょっと変わり。それを、ってやったらな。これ何してんやん。これで、はい、まっすぐ、こっちから変わり。上げるのは仕方ない。下にあるから。余分なことするなよ。
あれが遅かったら体も全部遅くなる。遅いやって合わさんといかん。だから、まあ、普段言うとおり、ここにあったらここからいい、ここにあったらここからいい、ここにあったらここからいい、だからこれついてこられた、はい、ついてこられた、これでいい、これでこのことでやらないな、余分なことするない。はい、それが非義体の位置の話、全部位置させてくれる。動いてると思うな。あいつを分けるなら、そんな分かってしている人はないけど、競技の非義体と講義の非義体の割ともいいけど、一緒でいいんじゃないか。すべて一緒。な。非義体が一致して動いてる。じゃあ、ずっとついてて。これでもずーっと。全部一致してるもんね。これ、はい。これ。やっとったら、これ、遅れてる。ん？だから、はい。はい。これでさっき動いて、後で動く。止まるとこで一緒。これも一緒。これで、一致や。ね、これで、はい、そうやって取っていったら、これも一致や。これ腕だけでいい。ほとんど。こうして、な、トンって、これで。これで十分。これで十分。あれ、40ぐらい。あれで力出してる。けど、ここはいない。答えじゃない。ここでなんて、そうですね、ここでもいいけど、うん、ここがいいですね。やっぱり弱いとこ狙うのは反則やけど、いいこっちゃ。弱いとこを狙うのを知っているのかな。知っとって胸やって痛いから胸やってやったり、けど実際は胸やったらあかん。はい、お待たせしますね。一回休憩、お茶でも飲もうか。